で、えっ、ー、と、質問ですね。藤田さんのファミコンコンプ企画継続についてコメントをお願いします。スポンサー募集罰ゲームとか。まず、ファミコンコンプ企画継続の発表の動画は見ました。<laughs> 見たけど、どうなんでしょうね。まだ、なんかやりますよっていうだけで特に何もなかった気がするんですよね。まあなんか僕もちょっとコメント欄ガーッと見た感じだと、前に僕も言ったけど言えない部分だと思うんですけど、その、 ゲームダイバーが終わった理由を知りたい人は結構まだいるんだなと思うけど、多分それは藤田さんからは言えないっていうか、わからない部分もあるだろうし、基本的にはフライデーデジタルっていうか、フライデーの方に決定権というか、まあいろいろ継続なりなんなりあるだろうから、多分、まあそこら辺はあんまり細かくはわからないのかもしれないし、まあいずれにしても多分言わないだろうなというところですね。僕はそれはそれで正解だと思う。 正解っていうか、まあ、そんなもんだろうなと思ってます。継続は、だから継続をするんだろうけど、多分まだ、いつどんな感じでやるかは決まってないんだろうなというところです。これも僕が前の動画で話した内容と被る部分はあると思うんですけど、単純に、藤田さんが <laughs>、 あれは200万円以内で買えた場合にはなんかご褒美があるなりで200万円超えた場合には自腹で買うなんだけど今の状態だともう完全に自腹購入になってるから、まあ、その時点で企画が成立しないよっていう話はま以前してると思うんですけど多分その部分はまだ何も解決してないじゃないですか だから今ここから始めちゃうと、ただ単に藤田さんがいつもの買い物の時にね、ただ単に買ってるというわけのわかんない状況になって、それこそゲームダイバーの最後の方の動画で話してた、いろんな店行った時に見つけるんですよ、ああいうのを買ってもいいんですかねって話をしてて、まあそれ、それもいいかどうかの状態にはなってたけど、でも撮影しなきゃいけないって部分があって、でもそれ、 すごいい曖昧じゃないでだから買いに行きましたこの企画で買いに行きました買ったと他のものを買ってる時にあああった買おうっていうのはだいぶ違うんでその辺は企画としてはやっぱり買いに行きましたの時にやらなきゃいけないだろうしでその時に使うお金はどっから出てるかって問題はやっぱクリアにしなきゃいけないからスポンサー募集っていうか逆にスポンサーがないと成立しないとは思うんですよね現状だと。 まあそこら辺どうクリアされるかよくわかんないけどスポンサーっていうのは必須のような気がしますスポンサーっていうかうん代わりにフライデーデジタル的なポジションに俺はなるぜって言ってくれるところがあって、まあ、藤田さんが受け取ったそれを全部を、まあ、藤田さんがどういう形でお金払って受け取ったのか単純にこれ全部いらないからあげますってもらったのかわかんないけどそのソフトを一時的に受け取る どっかスポンサーというかなんかボスというかなんかそういう人がいてでそっからこれ何万円ってこう渡されるようなねなんかそういうような感じの部分があると企画になるのかな次の動画で婚活でお金ピンチなのでコレクション売りますだから自腹でコンプ企画やってる場合ではないんでしょうねああそうなんだ婚活のやつはね見てないんだ <laughs> あの おすすめで流れてきたんだけど、あんまり婚活にあの興味なかったんで <laughs>、あの見てなかったんですけど、あそんなのあったんですか？どうなんですかね。いや僕はその婚活については全く興味がないんで、よくわかんないんですけど、うん、まあそもそも婚活は別に YouTube の企画じゃないから <laughs>。 あね、企画にするのは構わないんだけど、それは人生設計のお話だから、ちょっと別だと思うんですよね。そもそも、その藤田さんが200万円で買うっていうんじゃなくて、あれ、藤田さんが自腹で200万で買うってものじゃなくて、あくまでも依頼主がいて買うっていうテイストでやっていかないといけないから、多分そこのポジションをしっかりするっていうのは必要だと思うんですけどね。まあ、だから、それをどうされるかはちょっと、うん、とも言えないですね。だから スポンサーと罰ゲームっていうか、罰ゲームは多分以前と同じで構わないんだけど、スポンサーがいるかいないかっていう、うん、スポンサーいなっちゃった、いなっちゃっていうか、仕掛け人みたいなわかんないけど、なんかそういうのがいないと多分企画は成立しないんじゃないかなっていう感じはしますよ。ただ、ただその、 藤田さんのチャンネルでコメントされてる方がどういうステータスで200万円の楽しみにしてたかがわかんないんで、そのただ単に全部揃いました、やったっていうのが見たい、すごい緩い感じなのか、本当にその200万円でできるのかどうかってところを厳密に見てるのか、もしくは200万円無理だろうと思って見てるのかね。<laughs> 正直っていうね、藤田さんもあの復帰のあの動画で語ってたように、 やっぱ200万円って厳しいと思うんですよ。まあ、裸だから大丈夫かっていうと、で、あと、データクを入れる入れない問題とかやってて、なんかすごい曖昧な感じにしてたけど、あれも含めて多分最初にね、フライデーの方で、横地と話し合って決めてる時のそのステータスで今、今後も行かないと、もう今更その200万円っていうね、上限と数っていうのはもう決まってたはずなんで、 全部そこは変えられないはずなんですよね。だから、もう少し体勢をしっかり整えていかないと、その後の展開っていうのは難しいんじゃないかなという感じがします。200万は無理だろうで見てました。はい。 まあまあそうなんですよね。だから人によって楽しみ方が違うから、やっぱり元々のね、形となるべく近い形に持ってかないと、やっぱり企画が続かないと思うんですよ。さすがにね、なんかドタバタで終わったってところはあるから、しょうがない部分はあるんだけど、敷き直しをするんだったら、もう少し企画をちゃんとまとめてから、一回でボーンとやらないと厳しいんじゃないかな、と思います。あのまま続ければ、もしかしたら200万っていうのも、 チャンスはあったのかもしれないけど今、どんどん上がってる部分っていうのと、今持ってる持ってない部分とかもネット上で公表されてるようなもんじゃないですか。だからそういうところはちょっと厳しいですよね。150万で買ったちビマルごを280万以上でオークションするらしいです。 ファミコン芸人の終わりの始まりですね。あー、そうなんだ。わかんないけど、ファミコンじゃないから許されるのかもしれないですね。わかんない、それは。僕が福袋とかで買わない理由っていうのは、そのダブった時どうすんの やっぱ処分みたいな感じの流れにせざるを得ないっていうかまぁ、あ、持ち続けてもいいんだけどそういうところがね困る部分があるんであんまり福袋とか興味ないけど福袋で買っている人たっていうのはそこにダブリがあるわけだからそこら辺のね処理をどうされるかって部分からいくとその中の一つの選択肢で売りに出すオークション出すっていうのはありなのかなという感じはしていますだからそういう意味ではチームマルゴちゃんをね売るっていうのも場合によってはっていうのもあるし 劣化も売るみたいですねええー、そうなんだわ <laughs> かんないんだけどいっぱい持ってるから w を売るって話なんだったらそれはそれでいいんだけどもまあただ藤田さんの場合整合性が難しいんですよね以前からのたくさんあるといいみたいなダブってもまあいいしとか聞こうね いまあ、そういうようなスタンスでやってた人が今までもね実際のとこわかんないんだけど数が膨れ上がってたわけじゃないですか今まで以前の僕がゲームダイバー出た時の話でいくと3万本なの4万本なのって質問があって それに対する答えがファミコンが3万本ぐらいあって全体で4万本ぐらいあるっていう話を当時してたんだけどその後もね膨らんで増えてるはずなんですけどもそれが今回こういうことで展開するとどうなるんだろうってことにもなるしあとどこのオークション出すか分かんないけどヤフオクにしても何にしても多分アカウントがあってそこで売りに出すと多分全部同じ人のアカウントでだから1回で見バレすると思うんですよ。 その見バレするアカウントでいろんなものを売り始めるとちょっといろいろとやっかみなのかもしれないけどいろいろクレームなりなんなりっていうのが入ってくるだろうからまちょっとそこら辺がイメージはあんま良くないのかもしれないですね例えば皆さんの知らないところでこっそりこう売って数を減らしてるとかね整理してるとかあってもいいとは思うんですよただ藤田さんの辛いところは世の中にボーンと出しちゃってるものだからやっぱりこのボーンと出してるものの売り方 まあ処分というか譲り方っていうところは気を使わないといろいろとこのイメージ的なところではあんまり得をしないのかなという感じはします。でも ファミコン芸人だから。ファミコン芸人だから、ネオジオに手を出さなくてもいいんじゃないのっていう感じはしますよね。ただ、150万のものを280万以上で売るっていうのもいいんだけど、多分あれは150万円で買いました。それを持ち続けてますっていうのが、多分藤田さんのステータスの一つだったような気もするんですよ。だから逆にこれで例えば、150万の280万でも売ったとして、これが、 このお金を使って今度エグゼドエグゼスとかロットロットのプラチナとかにこうお金出してたりしたらまたあれってなるしね。目先のお金に困ってる印象しかないです。あ,あ、そうなんだ。えー、いや、目先のお金に困ってるんだったら部屋減らせばいいんじゃないの <laughs> いや、いや、あの部屋を一部屋二部屋借りるのやめるとだいぶ目先のお金減るよね。うん。 わかんないその辺は何とも言えないですちょっと僕も動画見てないんで婚活のやつを見ないとわかんないけどでも婚活でお金使うのよよくわかんんなないんだよなでも普通に考えれば YouTube で収益があるはずじゃないですか僕の YouTube なんか全然ねそんな 登録者数もいないし視聴回数もそんなにないから、まあ、基本的に広告でやってるようなもんだけどもまあないけども藤田さんのところは人数もいるしだからアクセスする人が多いしそれ以上にメンバーシップがあるからそこである程度固定給もあるじゃないですか新居の契約費用で200万以上みたいです <laughs> いやわかんないそれは <laughs> もうそこまで具体的にあるんだったらまあそれは <laughs> うん いや、わかんないんですけど、それはもう、え、婚活ってもう、相手決まっても、結婚する段階なんですかよくわかんないんですけど。少なくとも、ゲームをリスペクトしていない人には、売ってほしくないなぁと思います。藤田さんの所有物なので、そんなんは自由だと言われれば、それまでですが、ああ、そうですね、うん。ちょっと僕もその、藤田さんの状況、よくわかんないんだけど、婚活って、単純に、あの子がいい、この子がいいとか、そういう、 行って、なんかやってるような感じじゃないんですね、今。て <laughs> かもう、新長うぬんっていうことは、もう結婚に向かってるってことなんですよね。たまあ、その辺よくわかんないけど、でも多分、結婚を機にいろいろ変える方はいるので、あの単純に今借りてる部屋をうまく整理していくとか、でも多分、そういう整理っていう意味では、単純に今持ってるソフトをだいぶ減らして、部屋も減らして、 ですれば多分そこそこお金にはなるような気がするんですけどねほぼ結婚決まる相手がいると申しておりました <laughs> そうですかうん。あわかんないけどそれ企画じゃないんですねもう婚活企画じゃないんですね婚活をしてもう結婚に行く段階なんですかねちょっともうわかんないそれははい。 なので、まあ、いずれにしても、ダブってるものを減らすとかね、部屋を片付けるために断捨離するとかね、まあそういうのは全然問題ないと思うんだけど、ただ、藤田さんの場合、ちょっとやっぱ心配なのは、あれだけ150万のチーマルコを買いましたっていうところが一つブランディングになってるから、そこがちょっとどうなるかってところが問題だと思っています。だから、手放し方によってイメージが、まあイメージって言われてもあ、あんまりいいイメージ持たれてない人多いのかもしれないけど、ゲーム に対するスタンスをどう見られるかってところがまあ極端なこと言うと150万円で買うかってところがあってそこを買って。 買ったんだそれを結局ね280万以上で売っちゃうとそれはただ単になんか転売するために投資として買ってたのみたいな見られ方するのはちょっともったいないなという感じがします竹川さんはコレクションを売ったりしない印象ですいやわかんないですそれは <laughs> 僕も別にあのお金に余裕があるわけじゃないんでそれはわかんないですはいただその なんだろう,う難しいんだけど、その、なんか、 大々的に何かやったものが、どこでどういう印象が崩れるかっていうのは、いろいろなところでね、いろんな人を見てるので、ちょっとそこら辺は若干心配かなってところです。逆に言うと、そのちびまる子ちゃん150万150万って言ってたから、こそ多分オークションで一発ポンと出すときに、あの150万の藤田さんのやつがみんないくらで買うみたいなところは、一個ね、こう話題にはなるとは思うんですよね。で、 で、例えばそこにご修理っていう意味で行くと、結婚するために売ることにしました。結婚のご修理でみたいな感じで買ってもらうんだったら値段上がるだろうし、あとはなんか付加価値で、例えば藤田さんと一日一緒に過ごせますとかわかんないけど、なんかそういうなんか付加価値のあるようなオークションというか、オークションでやっていいのかどうかわかんないんだけど、まあそれはクラファンなのかもしれないけど、なんだかよくわかんないけど、なんかそういうようなでっかい企画、例えばほら、あ、そうだな、藤田さん 結婚支援クラファンとか例えばやったりするとするじゃないですか。でそこで支援金がいろいろある中の一番高額なやつに例えば280万円「ちびまあるこちゃん」ってなってたりするとそれはそれで納得をする人も多いんじゃないのかなっていう気がしますよね。まあ、とににかかくなんかただ単に売ります っていう感じよりはなんかちょっとイベント性出したところで、手放す儀式が入ってくると印象は変わるのかなというとこですね。オークションではなく、動画で購入希望者を募って直接本人が届けるみたいですから、動画のネタにはするでしょうね。ああ、なるほどね。うん。 でも、婚活じゃないや、結婚するんだったら、そのご修理クラファンとかでもまあ、なんか、なんかいろいろ成立するような気がしますけどね。例えば、ファンを呼んであ、結婚式を呼ぶクラファンとかね、わかんないけど。<laughs> とにかくね、なんだかんだ言ってイメージだと思うんですよね。今まで藤田さんがゲームで気づいてきたイメージが、今後もちゃんと続くような展開で、それが成立すればいいんじゃないのかなという感じがします。はい。 まあちょっと、ね、その藤田さんの、ね、詳しい状況は分からないので,で多分動画見ても詳しい状況正確には分からないと思うので一応僕が今想像した範囲の話をさせていただきました。いややちょっっとそのやっぱり余裕を持って されてると思ってた中にそういうのが入ってくるとちょっとうんびっくりはしますよね、うん、皆さんもね安易に150万円のものをね買わない方がいいのかなっていう感じはしますけど藤田さんの婚活のね動画については後で見てみようと思います